気ままにダラダラ、ショーチャンネル。やばい、壊れた。壊れたぞ。あいつ壊れたぞ。で、これで？これで？蹴るの？ほい。どや？外したー！おいっすー、どうもそうです。本日はトロールフェイスクエスト5。こちらをやっていきたいと思います。さあ、ついにこのシリーズの5作目というわけで。まあ、今回はね、テーマがサッカーということなんで、まあ、自分の好きなね、ジャンルなんで。ちょっと今回は楽しみだったんだよね。まあでも前回のオリンピックを見る限り、そうなんていうの、その競技以外のことも結構出てきそうな感じもするからね。まあちょっとそれを楽しみにしていきたいね。じゃあ早速やっておきますか。じゃあスタートゲーム行ってみよう。お、早速スタジオ。トロールカップ、これはワールドカップ的なノリかな。あ、いつものやつも出るの。あー、ここで対決するのね。なるほど。で、これがレベル1。さあ、まだレベル1だから簡単だとは思うんだけどね。まあちょっとここはすんなり抜けたいところないけど。ん？お前誰や？え、しかもこれでコンプリートなの？あ、これでいいんだ。俺てっきりあれダメやと思ってたけど、これでいいんだ。ちょっと一発目からなかなかやっていくね。今俺たまたま見つけたからよかったけど。はあ、なるほどね。ちょっと今回もあれやな、気引き締めていかんといかんな、これ。なるほどね。で、次はゲート、スタジアムの外か。あ、これさっき蹴られたやつじゃん。追い出されたわけか。なるほどな。で、これ中に入りたいと、そういうこと？けどこっちじゃないか。あ、ダメ、入らせてもらえない。他の場所か。何かある？ん？てかこれ何？あ、これもしかして今作からクリックの数カウントされる？あ、されるね。あー、マジか。というかもう53クリックもしたの？早えな。これ俺クリアまでいくつかかるやろ。ちょっとこれ恥ずかしいけど、まあしゃあないな。ちょっとお楽しみやな、いくつまでかかるか。俺の予想では2、300いきそうな気もするけど。ん？なんか出た。ハサミ？え？これを使うの？多分そうだと思うけど、他何もないもんね。あ、やってもうた。あ、それはダメよね。え、これをどこに使うんだ？服を着る？違うな。あ、そこ？え、何するのこれ。あ、レッドカードってこと？もしもし。もしかしてこれでどいてくれるの？え、どこのかな。どこ行くの？あんたどこ行くの？仕事放棄や。これで入れる？ザルやな。警備ザルやな。これで無事入れたか。え、今日次は夜。夜のグラウンド。はあ。ここは何もない。ん？ん？何？今何が来た？なんか飛んできたよな。何今の？ちょっともう一回ちょっと見たい。ドラキュラ？サッカー関係ないやん。せめてさ、この主人公も連れてってあげて。かわいそうやって。でもボールちゃうの？この小さい星、これは違うか。こんなん何もないよな。今な、動いた？は、動く。え、押したんですけど。もしかしてこれを蹴るの？蹴っちゃったよ。いいんだ。足首折れると思うんやけどな、月蹴ったら。てか、まあ、まず月が小さいが。で、次レベル4。これなんだ？というかお前なんちゅう顔してんの。その困り眉毛やめろや。腹立つ顔やなこれ。で、これどないすんの。あ、空気入れか。あー、これでボール膨らませるわけね。でもこれやばくね。でもこれあかんだろ。これってもしかして俺積んだ？あ、積んだくせえな、これ。これ多分もうこっから、あ、無理やな。
これはよくバラエティ番組で見る、あの風船割れるパターンやな。まあ、ですよね。え、じゃあどうすりゃいいんだ。ある一定の大きさでやめるってこと。OK、 何も起こらない。あ、こいつ触ってもダメなんか。あー、これはもう終わったかな。多分何もないね。あー、終わった。いや、もう普通にこれでいいのかな。あ、いったいった。あ、なるほどね。 OK、 OK。 あれけど、なんか今回なんか優しい気がする。あら、どうした。お、次は何これ、囚人。なんか震えてはるけど寒いのかな。この服をよこせってこと。ん、え、けどなんもないぞ。引っ張る。いや、ダメか。ん、このおっちゃんの服とか。いや、違う、ダメだ。え、何も起こらない。おまわりさん、おまわりさん、助けて。え、ダメだ。どこだ。ここを動かすとか、うまく。いや、ないね。これだか。ん、その服、これでいいの。ただこれ横島が縦島に変わるだけですけど、これでいいの。囚人のがっかりした顔よ。ひどいな。そりゃがっかりするわな。縦島に変わっただけだもん。そりゃやだよ。で、次レベル6。ここはあれかな、スポーツバーかな。あー、テレビ観戦でサッカーを見ていると。これ一見したらさ、コバエが飛んでるようにも見える。で、これをどうすりゃいいの。ここら辺違うか。あ、飲んだ。何これ、お酒。45度って書いてある。なんか顔変わってきたぞ。これやばくねえか。もうこれはあかんぞ。ダメな大人の典型やね。じゃあそれじゃないのか。後ろの瓶とか。いや、なんもねえぞ。ここら辺も何もない。あ、こいつはダメやな。触ったら飲んじゃう。いや、ダメや。スーパーパワー。何これ、ドデカミンみたいな色の。これ飲むの。ええんかな。飲む。飲んだ。なんか覚醒しましたけど、これはあかん。これはあかんぞ。たまに海外の試合でこういう人見るけどね、やっちゃいけません。こんなことやっちゃいけません。だんだん壊れてきたな。いいですよ、これがトロールフェイスですよ。さあ、次はなんだ、セキュリティ。あー、セキュリティゲートか。はい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 。いや、もう明らかにあの服の中に仕込んでるよね、何かしら。しかもなんかここさ、鋭利なもの仕込んでない、お前。なんなのそれ、ラジカセ。おの。もうわっけわかんねえ、何を入れてんのお前。一応これで出すもん出したけど、入れる。ダメじゃん。なんやねん。当然このままじゃダメよね。あ、無理か。じゃあ他の場所。ここら辺何もない。あ、このままやったら行ってまうか。え、どこ。あー、そこか。ようやくこの移動するやつが出てくるのか。はいはいはい。ん、今日待てよ、ここ出せないんですけど。え、一応これ抜くのは分かるけど、これ中身出さなくていいの。大丈夫、いける。本当にザル。警備ザルすぎるやろ。さっきもザルやったけどさ、ひでえな。で、次は、あ、今度は部屋の中で完成してんの。またテレビの中で小林が湧いてるけど、これはゴール。ん、ん、あ、ダメ。あー、じゃあその後何かしろってか。この後、え、何もないぞ。
は？なんか、なんかテケデンってやったけど何のテケデン？え、どういうこと？あ、やっぱゴール出さないとダメなんだ。連打しろってか。怖い、これは怖い。ホラーや。それでいいんだ。まあいいや、これでレベル8クリア。次はレベル9。お前何乗ってんだそれ。え、これはあれか、ブブゼラか。これなんか使うの。んけど何もなんない。発進したけど、あ、これじゃダメ。まあ普通だもんね。え、車は。え、何もないぞ。は、刺したぞ。もうこれ大体なんか刺しついたわ。もう絶対これさ、やったらあかんことや。これは本当に良い子は真似しないでやわ。これで多分発進するんだろうね。ほい。くっそ近所迷惑。ひどいな。あんなんしたら車普通走らんぞ。ん？あ？足を怪我したのか？なんかえらいことになってるけど、何それ。ただれてるようにも見えるけど、何これを治療すんのかな。もうなんか明らかに和田っぽいやつはあるんですけど、これは多分ダメなやつだろう、色的にもね。これ言ってみる。ひどい。もう体の色も変わったけど。え、じゃああとなんだ。ここにあるっちゃあるんやけどな。これなんだろう。おい、ボール。これ蹴れるかお前。やれるか。ああ。もう片方の足も。しかもさ、最後チラッと見たけどさ、このボールの中身鉄球だったろ今。鬼かこれ。ひどいもん見たな。さあ次はレベル11。これは床屋さん か、 だかバリカンっぽいもん持ってるけど、これをどうすんの。あ、座った。で、あ、これで髪切るの。おー、すげー。まだやんの。もうなんかこれ形でなんか差しついたんですけど、やっぱし。ここに来て下ネタ。好きやな。なんでここに来てくるかな。やっぱだんだんぶっ壊れてきたな。今度はこれよく海外のドラマとか映画であるね、こういうボードゲーム。これ子供の時欲しかったな。これ動かせるんだよね、これ。手を使うな。いや無理やろ。手を使って遊ぶゲームですよこれ。お前はええんかい。俺はダメ。お前ふざけんなよ、クソ審判。あかんの。え、じゃあどこすんの。え、ダメやん。ムカつく。その審判の顔とお前の顔よ、腹立つな。どこ触れって言うの俺。あ、ここ、点数のとこ。すごい不正を見たわ。そりゃこういう顔なるって。ひどい不正やな。まあお互い様か。今度は、今度はパネルちゃうんか。あ、リフティング。何これ、クリックヒア。はい。なんか子供騙しみたいなもんに引っかかったな今。ムカつく。何、そこ触るなってこと。もう絶対触らん。もう手離しとく。けどこれそのまま行くのかな、大丈夫か。やってくれる。あ、行ったかな。あー、オッケーオッケー。なんや、それだけか。いや、これは初見殺しやな。しょうがない。
さあ次はレベル14。さあいよいよもう後半戦かな。え、これ列に並んでんの。あー、これをどうしろと。この人たちは何もなさそうかな。ないね。主人公も何もなし。なんか出たけど、何これ。缶詰、空き缶で、ネズミで、シューズ。なんか匂い出てますけど、これを使うの。え、このネズミをこの人らのところに投げ込むとか。違う、缶も違う、シューズは。え、違うの。お前か。いや違うな。あれ、これが正解だと思ったのに違うの。一人一人に渡していく。違う。え、違うんだ。あ、行列のいた。これが正解。みんな匂いでのいたの。野原ひろしもびっくりやな。そんな臭いのこれ。最悪や。で、これはもういける。いったいった。オッケー、これでコンプリート。よしよし。もうサッカー関係ないですけど、これどうすんのこれ。バランシュートつけた。これで飛び込む。え、これでええの。いけんのこれで。サッカーどこ行った。さあどんどん離れてきましたよ。今度は戻ったのか。てかもう人いませんけど、あいつどこ行った。なんか来たぞ。何それ、この格好とアイスホッケー。君競技違いますよ。場所間違えてるよ。え、でこれどないすんの。他触れる場所。あ、トロロロ、オレオレ。え、何、何が始まるの。チームカナダ。え、クリア。え、これはどういうことやろ。これはもしかしたらその海外で答えたら分かる元ネタでもあんのかな。ちょっと俺には分からんけど、これでクリアなんだ。へえ。でお次はレベル17。なんだ今度は。ん、あー、サッカーがしたいよっていうこと。あー、だからボールを買いに来たのかな。あ、多分そうだね。え、ほんなこのボールか。はい。もうなんか今ものすごいかわいそうな、かわいそうな場面を見たけど。何、落ちとしたらボールじゃなくてそれは帽子だったっていうこと。ひどいな。めっちゃ悲しそうな顔してたけど、ごめんな。まあしょうがない。さあ次は、これは喧嘩してんのかな、観客が喧嘩してんのかな。観客は何もないか。ない。ってことはまた食べるかな。ん、両方数字動かせる。何、どっちか勝たせるみたいな感じは。なんでパーティーしてんのそこで。仲良くなってるし、謎。しかもなんで60年代なんや。わかんねえ。あ、やっとサッカー戻った、ようやくや。で今度は何、 PK 戦かな。うん、ちょっと普通に蹴ってみるか。多分このボールじゃない気がするけどね。あ、入った。え、マイナス 1？ なんでや。え、これちゃうの、パネル。いや違う、棒人間も違う。お前か。いや何も起こんねえぞ。え、なんだ今度。え、何もないよね。ここら辺も何もない、白線もない。え、どっか動かすんだと思うんだけど。え、シャッター下ろした。なんで勝手に閉店ガラガラやってんの。え、これダメじゃない。え、これで蹴るの。はい。
いや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 、コンプリートじゃなくてダメじゃん、結果伴ってないじゃん、宴会それで。さあレベル20、おそらくこれが最後だと思うんだけど、今度は攻守逆転してるのね。フットボール、ここは何もな、違うな、このキーパーも何もない、めっちゃ動き回ってるけど、お前は？え？なんか今動いたよな。え？このゲージが増えてる？あ、連打しろっていうこと？やばい、壊れた、壊れたぞ、あいつ壊れたぞ。で、これで？これで？蹴るの？ほい、どうや？外したー。で？すげえ蹴り方してんなお前。地球を一周回りまして、からの、自分の後頭部に。あ、けど優勝したんだ。そのゴールが決勝点になったのね。すげえな終わり方。己の身をズタボロにして、やるね君。なるほど。あ、でこれでコンプリート。さあゲームコンプリート、クリック数が859、多いな。で時間が1回ね、ちょっとブラウザが落ちてしまったんで、多分途中からの時間になってるんだけど、11分50秒、まあ、プラスその前10分ぐらいあったから11、2分ぐらいかな。あ、結構かかったね。クリック数が思いのほか高くなっちゃったね。800か。でも今回はあれやな、なんか積むっていうところはなかったね。まあその分、まあ、前回前々回が難しかったからね、ちょっと今作は優しくなってるのかもしれないね。いやーやけど楽しかった、今回も。これはまた次回もやりたいね。次は多分まあやるとしたら吹くかな。まあまた、時間があればチャレンジしてみたいと思います。じゃあとりあえず、今回はこれで終わりで、また次回。バイバーイ。まったねー。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。各端末ごとの登録ボタンをクリック、上の図から登録していってね。チャンネル活動一覧です。1週間の活動を公開、月曜から始まり日曜までてんこ盛り、もっと詳しい情報は Twitter までお願いします。また皆様に会えますように。バイバイ。